こんにちは、原町接骨院久松です。今回は前回の続き、寒暖差アレルギー7つの対策ということでお話しいたします。前回の動画でですね、寒暖差アレルギーということでお話しいたしました。1日の中で、寒暖差が7度以上あると、血管があったかい時には広がる、寒い時には縮まる、その変化があるんですけども、血管がその1日温度変化の中でついていかない、そうなることにより脳が誤作動を起こしてしまい、自律神経が乱れるというのが寒暖差アレルギー、花粉症のような症状を出すというのが特徴なんですけども、今回その対策7つあるので、ご紹介していきます。まず1つ目です。1つ目は服装です。服装を調整して、温度差を減らすようにしてください。暑い時には薄着にして、寒い時に厚着にする。これね、面倒かもしれないですけども、これをね、適度に、そして室内と室外でもね、変わってくるじゃないですか。こういった服装の、チェンジをまめにすることにより、温度差減らして寒暖差アレルギーが起こらないようにすること、それが一つ目です。で、二つ目です。二つ目、マスクを着用し、冷たい空気が鼻喉に入らないようにする。もう今ね、もう皆様も言われなくてもマスクしてるから、これに関しては大丈夫だと思うんですけども、そう、外に行った時にね、冷たい空気が鼻から、いや喉から入る。マスクはね、ウイルス防止とか花粉症防止のために使うんですけども、ね、冷たい空気が入るのを防止してくれる働きもありますので、マスクね、積極的に外出る時使うようにしてみてください。そして3つ目です。ストレッチや軽い運動。ストレッチしたり軽い運動をして血流を回していく。血液が回っていくことによって自律神経の不調というのは改善されていきますから、ストレッチや軽い運動もぜひぜひやりましょう。それ4つ目です。4つ目は夜寝るとき首が冷えないようにする。はい、この時期なんですけども、夜寝てるときにね、首が冷えやすくなるんですね。ですからね、緩めのネックウォーマーを巻いたりなんかして、寝るときに首が冷えないように、そして布団ね、しっかり入るようにして、冷えないように対策してみてください。そして5つ目、38度から40度に入浴。はい、先ほどね、ストレッチや運動の話でしましたけども、血流を良くするというのは、この自律神経の不調を改善するのにすごく有効です。ですから38度から40度、暑くない、ぬるいぐらいの風呂にゆっくり10分ぐらい浸かりましょう。そうなることで血流がどんどん回って、自律神経の乱れ、回復しやすくなります。6つ目、精神的ストレスをためない。はい、精神的ストレスね。この寒暖差アレルギーにも結構影響していきます。ですから、あなたなりの方法でストレスを発散解消するようにしていきましょう。それが寒暖差アレルギーを防ぐ方法にもなります。それ、最後は生活リズムを乱さない。はい、これもまた基本的なことになるんですけども、しっかりね、規則正しい生活をとることが自律神経を整えることになります。特にね、寒暖差でね、やっぱり体調崩しそうになると、余計にね、生活リズムが乱れると、自律神経の不調、寒暖差アレルギー出やすくなりますから、そうならないように、しっかり生活リズムを乱さないように、規則正しい生活を心がけてみてください。ということで、寒暖差アレルギーの7つの対策ということをお話ししました。まあ、寒暖差アレルギーだからといって意識することもあるし、あとも基本的なことを守ってくださいよねっていうこともありました。はい、ですからね、しっかり基本的なことをやりながら、この時期に必要なことして、寒暖差アレルギーならないように、ぜひぜひ対策してみましょう。ということで、今回の話、もう一回ね、7つの対策をお話しすると、1つ目は服装を調整して温度差を減らしましょう。で、2つ目、もうみんなやってますけども、マスクを着用し、冷たい空気が鼻喉に入らないようにする。そして3つ目、ストレッチや軽い運動をして血流を上げていきましょう。そして4つ目、夜寝るとき首が冷えないようにしましょう。そして5つ目、38度か40度で入浴、10分ぐらい入ってね、血液どんどん回していきましょう。で、6つ目、精神的ストレスをためないようにしましょう。そして7つ目が、生活のリズムを乱さない、規則正しい生活しましょう。ということでね、寒暖差アレルギー、ぜひぜひ対策してみてください。そして、これをご覧のあなたが、寒暖差アレルギーだけでなくても、自律神経の不調、または体の疲れ、内臓の疲れ、
心の疲れでお悩みでしたら、私はあなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体で、あなたの体の疲れ、内臓の疲れ、心の疲れ、回復するお手伝いをさせていただきます。また、あなたのご自宅が遠方である場合、また外に出るのが辛いぐらい調子が悪い場合、またはこのご時世移動して人に体を触られるということに対して不安がある場合、そんな時は、そんなあなたのために自宅にいながら、パソコンやスマートフォンの画面を通してエネルギーの調整をしてあなたの体を整えていくオンライン遠隔整体というのを私やっております。これでしたらあなたは自宅にいながら体を整えて、体の疲れ、内臓の疲れ、心、脳の疲れ、回復することができます。もしそんな私のオンライン遠隔整体や自律神経の整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日21時から22時の間スタートで、ご覧のチャンネルで YouTube ライブ、ライブ配信を週2回やっております。内容は同じなんですけども、1週間の配信した動画の復習とあなたからのご質問にその場でお答えしていきます。また、ライブ配信の最後は、ご希望がございましたら、いらっしゃる方全員で、ね、エネルギーを整えて体を整える合同のオンライン遠隔整体もやっております。これね、1対1のオンライン遠隔整体に比べると効果が下がりますけども、やった方からは、手足が暖かくなった、よく眠れた、もう眠くなっちゃったという声もいただいております。よろしければライブ配信もご参加ください。参加していただけると私非常に嬉しいです。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録していただけるともっと嬉しいです。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。